映っている、これ。映ってますね。映っているようですね。映っている。そしてこれ最初にフランシスが、フランス語がある。ということは、これ作った人は、フランスの方なの。フランスの言語の方。フランスは結構、フランス語使える人、国の多いですからね。かわいい。キャプテン !Yes! It's normal the black smoke coming out the engine? なんか、ブラックだ。なんかエンジンから黒い煙出てますけど、バーン !What did you do? 何し、起きたんですか？ナッシュン、キャプテン！うわぁ！キャプテンって言ってないんじゃないか？キャプ。なんか違う単語だったらどうしよう。僕の脳みそがキャプテンに見えたけど。キャピタルとかキャピ。なんだかだったらどうしましょう。うわあ、ジュージューしてる。うわあ、かわいい。私かわいい。No one seems to have survived except you. Bury the body.なんかこういう水とかで自分の何お墓になった。お墓死んでた。本当だ。なぜなんだ。水分を切らさないように頑張るらしいですよ。左上の The dead don't speak。 死んで喋れない。 So say, so I saw nothingバリーザボディとは、お墓に埋めるとかなの。You are alone and the wind is blowing hard。 なるほど、お墓にしてあげよう。あ、もう水がかなり減ってる。水減るの早くない？これはサボテン。サボテンから水をゲット。現地の人、現地人さん、こんにちは。 Follow the holy star and you will find theヴィレッジオブマスティークス。翻訳できないんですか。この画面を翻訳してしまう。うわ、翻訳ソフト立ち上がっていないや。ちょっと待って、この画面を翻訳すればいいんじゃないか。もしかして天才か。 No sense. You better stay close to this well.近づかない方がいい。 You will hardly find water in this desert。 この水は使わせてやらないぞということ。使えたわ。もうなくなったわ水。ごめんね。復活した。ごくごくちょみちょも、ちょみちょもという生物。ここで水を補給できるんだね。僕はいい人たちだ。キノコ畑。うわ、なんか寒そう。夜だから寒いのかな。お、水がある。水源があるよ。こんにちは。Where I could have put this ring? You make me thirsty.喉が渇いた。あなたは、喉が渇いた？きちんとした男性でなかったなら私は吸収され、うわうを抱きしめるだろう。ちゃんと翻訳できてね。でもたくさんあるよ、こう水が。とりあえず水を補給しながら、なんか待って待って、ゲームの目的をちゃんと調べよう。サイトに行って、最低限水を飲むゲーム。キノコ人。キノコ人いる？
画面左上の小玉は残りの水を表しており、空の場合は気絶します。水を補給するために地図上にいくつかのソースがありますが、マップ上か、サボテンなどの特定の要素で水を汲むことも可能です。これまでいくつものゲームをクリアしましたが、このゲームだけはタオルを投げましたと書いているレビューの人がいる。難しいらしいですよ。キノコ人、本当だ、キノコだ。他にもいた。ムッシャ。ムッシャしてる。キノコ人たちはムッシャとしか言わないのか。マッシャ、マッシャ、マッシャ。チャンピー？言語力が低いですね。あ、なんかすごい水がなくなっていく。高いとこ行けちゃうよ。うわ、水ない、死ぬ。ちょっと。あ、早くない？戻れるんだ。熱いと、なるほど。これ食べれるキノコだ。水筒が欲しい。水筒欲しい。水筒は自分の、あー落ちちゃった。上行きたかったんだけど。涼しくなってきた。どこは目的地なんだろう。俺が水筒だ。お前が水筒だったのか。キノコの上をジャンプしているような動画を見たんだけど、これを調べてるときにキノコの上が正解なんじゃないかと僕は思ってます。あっちとか、あ、やばい、ダメだ、すごい減る。あっちなんかあるぞ。あそこまで行けたら墓すげえある。あー、なんかあそこにあるぞ。どうやって行くんだ。ここ登れるかな。登っていけたらいいんだけど、キノコ経由しないとダメなのか。今日も左上さんが死んでいる。嘘。あ、ここにキノコいたんじゃん。本当だ。マッシュマッシュルーム。キノコさんは言語がなくていいですね。無言語キャラっていうのは私にとってありがたい。ジュルル。マッシュ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 ルーン。あれ、どっちだっけ。こっち、いや、向こうだ。落ちる、落ちるなよ。まだキノコ、あっちのキノコ取るか先に。何この墓、怖い。怖い、色全部顔違う。ランプの魔人だ。 I am dead。死んでる。 Not me。 I see everything in the desert。 私は砂漠のすべてを見た。 And I see that you have nothing that interacts me。 ちゃんと翻訳しよう。この人のメッセージは重要と見た。全部打ちます手で。And I see that you have nothing that interests me。 よし。 アンルになっている。そしてあなたは私に興味のあるものは何もないようです。どういうこと。興味のあるものはないって言われたよ。カブトムシのなんか夢日記系みたいな雰囲気。精霊、夢日記だったのかお前。下に落ちちゃった方がいいのか、それともキノコの上のところを調査した方がいいのか。キノコの反対側行ってみるか。せっかく登ってるんだし。
あ、落ちる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 、うわ、きしんな。早く、どっかいない?はよ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 。こっちにオアシスがあるね。もうあっち行こう。諦めて。あ、クラゲ!たどり着けますか、私。間に合わない。熱いよ。あっちいいね。もう帰ろう、こっから。こっちマッシュルームゾーンだ。マッシュ、マッシュルーム。出れないのか、これもしかして。なんか埋まってる。カブトムシ。マッシュ、マッシュ虫。That's not what I'm supposed to say. 虫、虫。何、助けるようなことは言えないって。死ぬな、これは多分進むと。戻っても死ぬな、これ。じゃあ死ぬね。ジャンプすると体力がめっちゃ減る?高いところから行った方がいいのかな?キノコのところで、キノコ。あ、なんか大工みたいな人がいるよ。10ゴールドコインズ&I sell you a ミニウォーターボトル。おぉ ?10 ゴールドコインがあれば、ミニウォーターボトルをくれるよ。スイートワンじゃん。マジかよ。この人も多分リングという単語が光ってるから重要なんですね。それはもう、明白だよ。僕は気づいていなかったけど、小学生でもわかるよ。ここで私はこのリングを、プッと。私はこのリングを置くことができた場所。砂漠だから水で重金取るって足元超見てる。ほほほほ。毎日は、何よりも、大事ですよ。全部手で打った方が早い。You made me thirsty. あなたは私、あなたは可愛く。ちょっと待って、ちょっと待って。ここすごい変な翻訳になった場所じゃん。もうダメだ、全部打つしかないのか。ごめんね。このゲームを解き明かす。アブソーブル、ユー。もうそのすぐ隣に井戸がなかったら私はあなたを夢中にしたでしょう。え。左上さんは復活した?自分では分からないのだ。いや。復活してない?なるほど。左上さんが死んでるってそういう意味で死んでるんだ。なるほど。これ一回ウィンドウにフォーカスを合わせないと。ダメなやつなんだ。やっぱこれ、あそこにいたでっかいカブトムシは、こいつらの神なのか。See what we can do. I like my new shape. あ、なんか、心臓音が来た。音楽も変わったぞ。ください。いや、これ最初の場所じゃねえか。最初の場所じゃねえかよ。こんにちは。最初の場所です。ここは暑いですね。私は死ぬんです。私は死にます。あそこに集落があるぞ。待って!待って!あとちょっとだけ頑張ってよ。
うわあ、地図が、ミニマップが欲しい、僕の。脆弱な脳みそのために。こっち井戸の方だ。しかもこのキノコって登っていけるわ。辛いな、サム。道があったよ、ここ。キノコ兵、うわ、キノコ王がいる。こんちゃ。ムッシュムッシュ。ムッシュ。でっかい。ムッシュムシ？キノコ王、こんにちは。We Mush Humans here. 私たちは Mush Human。ムッシュムシ。え、それだけ？キノコ人。キノコ人たちよ。ここに人がいるというのが見えるのか。ここは見渡せるいい場所ということかな。すべてを。あっちに渡りたいんだけど。あれ、どこにいたっけ今。上に人。あった、あそこにいる人に話しかけてみたいな。無理か。てかもう体力がないな。死ぬ前に話しかけてよ。たどり着いたか。Weの、お、なんか。Speak your, 私たちは。How to speak. あなたの言語を知りたい。But we don't want to. ムッシュムッシュルーム？一回だけ会話がそれだったよ。どうしたんだ？私の言語を知りたがっている？彼らも私とコミュニケーションを取りたがっているんだろうか。ああ、落ちた。なんか今、行けそうな場所なんかあったのにね。道が続いていた。意外と、オブジェクトは、行ける場所が考えられて作って いそうですね。こういうのを見ると。こっちなんもねえんかよ。こっちに行けるってだけか。ちょっと重要。ここにセーブポイントがある。空中のセーブポイント。ここに行けた。なんだよ。なんだよ。なんだよ。ヤッホー、神。じゃない。すべてを、見ているもの。何もなさそうだな。あっち側もないと見た。あそこになんかあるぞ。キノコダメを作っているますかこいつ。 I'm hungry if you stay too long。 もしあなたがここに言うなら同じでしょう。I would be tempted to eat you. Tempted って何？食べたい、私を食べたいということ。この人は。I would like to eat something other than mushroom. キノコ食べたい。キノコよりも他のものを食べたいと。私を食べたいの。キノコより何かよりも他のものを食いたいと言いながらキノコを食っているの。戻ってきてしまったけど、これエネルギーを補給してあそこに行きたいね。集落に。あ、ここに水がたくさんあるやつだ。水パックだ。水が減ると頭も白くなるのか。頭白くなっちゃう。なんだここ。集落にたどり着いたぞ。なんか。脳みそは言ってない。They take me for their mother.
But I am human. また入ってくるよ、水は。But I am human. Human なの？この人たち。どういうこと？ここにマザーが捕らえられているということなの？マザーが捕まってるよ。わお！マザーが捕まってます。桃？恐竜教室。てんてんてん。Let's take advantage of the well before the witch is tried again. How did you find out about our secret base? なぜここのシークレットベースを見つけた？どうやって見つけたんやって言ってるのかな。Give me your water. あなたの水をよこせい。My master agrees to speak to you. マスターから私に話が。I'm looking for a moonstone. 私はムーンストーンが見たいのじゃ。もし見つけたら、あなたにいいものをやろう。But beware, I'm a bandit. 私は盗賊です。注意してください。私は盗賊です。どういうこと？ムーンストーン持ってきたら結局奪われて何も起きなかったらどうする？しまった、ここは暑いな。こんな暑さ酔ってしまうぜ。ムーンストーンを取りに行くんだよ。橋がある。実はこの石の中にムーンストーンが混じってたらどうしよう、家まで。あの砂漠のすべてを知る者に話しかけると、なんとかなったりするかな。今こそ、砂漠のすべてを見た者が必要なんじゃない？あそこ行ってみる。これ関係してるし、絶対。何族？カブトムシ族関係してるよ。虫を助けるんだ。こっち行ったら戻っちゃうか。あれ死んじゃうんじゃない？これ帰れない。なんかいる。スライムがいる。Unbelievable. I thought I only survived after the crash. この人も一緒の不戦員かまさか。I lost my lucky shell.ラッキーシェルを落としちゃった。ラッキーな貝殻を。なんかいろいろ探すものがあるね。You'll find a well if you follow this path. レフト、レフト、ライト、レフト。ウェルを探すために必要なアドバイス。左左右左。何それ、秘密のパスワードを縛った。なんだこれは。コナミコマンド、迷いの森かな。わあ、なんかあそこの上になんかあるぞ、明らかに。ああ、落ちた。頑張ればいけたのかな、ジャンプして。もう一回行くまでにはちょっと、体力がないか。無理だよな、さすがに、この距離は。行ってやれー！だよねー。ここ上行けるじゃん、こっから行けるやん。
ああ、体力減っちゃったよ。おバカちゃん。しかも、ここ、ベースの近くだ。もう最初の場所の近く。それならもう回復しに戻った方が良かったわ。もう戻れないっすね。ああ!なんかある。カブトムシ、緑カブトムシ。In the past, I was a human. お姉さん人間だったの?昔。But the genie of the desert transformed me and my brothers. ジェニーって何?なんかし、トランスフォームしちゃったの。カブトムシってなんだか気象よ。キモミ。でん。しかし砂漠の精霊は私と私の兄弟を変えました。マジかよ。砂漠の精霊悪いやつだな。意外に。だからこいつらも、アイアムヒューマンって言っていたのか。話が見えてきたな。多分これは、先週の僕だったら、開始3分で投げ出していたね。これは英語が多いって。英語が多くても分かることは結構ありますね。やっていると。よし、ここにセーブポイントを定めよう。英語で投げ出す悪い癖。悪い癖ですね。それは払拭しよう。ここは違う。ここじゃないの?さっきってどこ登ったんだ?あっちか。あっちか。わかるね。やべえよ。でもベースのチャクだったよね。ここの抜けて上に登ったんだ、たしぶんさっき。つまり今この体力ということは死にますね。今から私は。このように。わからん。まったく。持って。ここにあの、うねうねしたやつがある。いや、違うな、これは。ここに人がいる上に、聞いてみよう。Who are you? あなた誰? I never saw you here. Saw you here.私はあなたを見たことがない?あなたみたいなの?ここであなたに会ったことがない。The view is cleaner in hate.景色の高さがはっきりしている。どこだったんだ、さっきの場所一体。私はもう迷っておりますよ。ホームポイントに近い場所じゃなかったのか。抜けた先を見てみよう。あそこさっきの場所だ。ここだ。よしよし、いい感じ。こっちどっちどっち行けばいいんだ。まっすぐ行ったのか僕は。やべえ、動かなければ体力減んないのかな。和室が、うわ、クラゲのとこまだ行ってない。クラゲもおんじゃん。
ムシ、緑カブトムシ、緑のカブトムシ。はっ、なんかある。すお水も湧いてる。ここお水ください、お水ください。まず挨拶もせずお水をいただいちゃう。 I keep on eye on the bandit camps。 私たちはバンディットキャンプを監視しているのか。 As long as the bandit pay as we don't dry their well。 well って何なんだ。いいものという意味、ただ単に。 I like this place。 ここが好き。小麦あるじゃん。 It's good to live on top of this mountain。 山の頂上。 We are the mountain witches。 マウンテン魔女なの。 The witch queen lost her comb。 昆布って何？蜂の巣ではないよね。それとも昆布？美味しい昆布？It's a place of peace here。 下から見えたのはこの人の頭だったんだ。なんかみんな欲しがってるものはたくさんあるのに拾ったものが一切ない。エスケープキーを押したら危険かな。持ち物欄とかあるかなと思ったけど。ちょっとクラゲの里行ってみよう。セーブしないどっか。お、なんか商人っぽいのがいるぞ。王子様。You two are coming to play in the great Seattle Peace。 I play the queen and you the rosy。 I'm just missing a compass for my role。コンパスなくしたの。みんななくしすぎじゃない？いろんなもの。君たちは。どうしてなくしてしまうんだ。ふわふわクラゲ、コンパス欲しい。一応戻るか。これが難しい人向けに作者が作ったウォークスルー動画があるよ。それを見ればクリアの仕方が一目瞭然。見ないけどな。見るんですか。こっちも行ったことないな。あるわ。最初に行った場所だわ。一回神のとこ行ってみるか。あー、ここちゃうわ。精霊のとこ、こっちなんか道があるぞ。もう上に登った記録は忘れて、どっかで補充しないとダメっすね。ここをキャンプ地としたい。ワープしたい。山での水ポイントに。精霊って分かんなかったらもう。死んじゃう。どこに行けば、なんかあるぞ。初めてのアイテム来た。アストーン。誰だっけ？ストーンって。ストーン欲しがった人いたの。月の石？これは月の石なのか。ムーンストーンとは言ってないよね。別にこれは月の石ですと言って渡せばいいのでは。ひどいやつだ。私はそんなやつではない。アイテムって落ちてんだね、この世界。むしろ私はびっくりです。そして私はなぜか酔っています、このゲームに。
暑いせいだろうな、これは。掘らないといけないとかじゃなくてよかった。おえ。ウェップ。どこ？コイン10個ちょうだい。やべえ、わかんねえ。わかんねえ。ここら辺のどっかに繋がってる洞窟あったよね。こっち側か。バンディットたちのとこに繋がってる場所があった、ここだ。アクアバンディットの巣に繋がっているはずだ。巣窟に。アジトに。あれ、戻ってきてない？やっほー。お水ちょうだい。はい、これでどうですか？これでどうですか？違かった。うわー、どうすればいいんだ、どうすればいいんだ。絶望。チュッチュッ。サボテンから3つを吸うマン。この上ルートって初めてじゃないか、実は。実はね。物がなんもねえ。ここはウィッチのとこに行く場所か、ただ単に。そうですね、ここ知ってますわ。ここ知ってますわー。うわ、空中で死んだ。ひどい。てっ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 て、玉の水が減っちゃうよ。エリアでセーブするか。しゃあなし。これコンパスだよ、どうぞ。じゃあ砂漠の向こう側に何かあったわ。岩があった。これ内側がキノコの場所かな。なぜ砂漠にキノコが。お、カブトムシ。マッシュマッシュムッシー。That's not what I'm supposed to say. キノコ品。これあったことあるわ、この人。目的地に着いた。よかった。キノコエリアがこの色ってだけなんだ。キノコエリアは冷えてるということなのかな。ムッシュムッシュムッシー、ムッシュムッシュルン。ちゃんと生活してるのはキノコだけだよ、ここ。で、どこに行けばいいんだ？わかんねえ。迷っております。絶賛。
なんもねえ。高いとこまで来ちまったで、随分と。なんかあるぞ。うわ、いた。ラッキー。ダメだった。よし、答えを見よう。俺は答えを見る。もういきなり死なない場所に行っている。禁じて。ははは。まずあの動物がいるところに戻ろう。井戸のそばの。コンパス欲しいっすね。マジで。死ぬほど酔ってきたかも。どうしよう。こら、ギブアップの予感。さすがの常さんも容易には勝てませんね。やる気に満ち溢れたところで。元気。どこだ？こっちではないな、絶対。あれ怪しいね。怪しいというか、あそこを通っていたのを見たよ、僕。ここは正解に違いねえ。あ、これ貝殻じゃない？ You can do it. あなたはできる。マジで。謎の応援される。セーブしてっす。セーブしてっす。死んでしまったようだな。ぬぬぬぬ。急ぐんだ。あった、コロゴだ。ここだよ。この人たちを探していたのさ、僕は。ここを拠点としてまずは探索しよう。この辺りを。私は先に進みすぎていたのさ。で、今言ったのはこっちですね。この上か。この上はさっき、前言ったね。向こうですね。でもこの上から行った方が楽なのか。ここに水がある。セーブポイント、これ前に取ったわ。あそこに墓場がある。あそこだ。取るや。行った。カレッジ、コレッジ。すごいギリじゃんじゃん。でも同じ場所に来たね。ジャンプ。もうなんか見たことない場所に行くぞ。 I believe in you。 死んでるよ。特殊なキノコ、特殊ななんかだ。 Turn around。 戻れって。上に行っちゃう。なんかいる。なんか仙人っぽいのがいる。ヘロー。おわ。選択肢があるよ。ヘロー。 Can I meditate in peace?
センキュー。瞑想している。一緒にメディテーションしていかないっていうこと。センキュー。ちょっと待って、ちょっと氷を持ってきていいかな。僕これは死ぬわ。休憩タイム。助けてくれ。脱げば大丈夫。まず服を脱ぎます。今日は誰もいないんじゃないか。この放送みんなクリアできないことに、まだ進まないなと思って旅に出たのかもしれない。ふふふ。オッケー。さあやったるで。どこ行く？なんか落ちてる。これがムーンストーンか。まさかフォッシルだ。化石だ。 I lost myself。 自分自身を失った。化石ゲットしたよ。化石。フォッシル、フォッシル。ドラゴンフォッシル、ドラゴンフォッシル。おつまみフォッシル。おつまみフィーバー。意味がわからない。もう一回行ってみよう。右側にフォッシルがあったから右側に行ってみよう。墓がある。はっ、なんか畑がある。なんか今までとは全然違う質感の建物がある。 Have you traveled across the passage of death? 何、怖い。麦、麦ちゃん畑。いや、うるさいね、多分。扇風機を強くしたんだけど、これはうるさいわ。あなたは死の通路を旅しましたか？ここを通るなら死ねという意味かと思った。You are lying。 あなた嘘ついてると。 No、I know it。 なんか死んでる。キノコ、キノコが刺さってる。Me and my two camel will make the return trip。 私と2匹のラクダが戻る旅をしている。 Do you want to come with us? 一緒に来る？ダメだ。元の場所に戻れるんだ、この人にお願いしたら。
ダをくれー。ラクダが欲しいね、むしろ。簡単に帰れる。A big stone hill over out beautiful village。大きい美しい市がビレッジにあるよ。Welcome to our village。Foreigner。外人の人。海外の人。Have you emerged from the valley of the flowing land bar?I've, なんか上にでっかいの。I've never seen you yet. あなたは見たことがない。A huge firebird crashed. マジで?このゲームだけで1時間が経っている。それは良くないね。逆に。今日すごいあんのに。これはもう宿題にしよう、このゲームは。このゲームは宿題です。I shouldn't say it, but I'm bored. クラッシュした船を大きい鳥だと思ってるんだね、この人たちは。Get out of here. ここから去れ。But welcome to our village. 大丈夫だよ、放送を今日6時間やればいい。そんな見れないでしょう。見なくてもいいのか。6時間中、たまに見て。ここにいるんだ、まだ、とか、そういう感じで見ていただけたら嬉しいよね。そんな感じでお願いします、今日は。サブライムストーン、Do you want to trade if you are something amazing? なんかと交換する? I don't even know what to was for. なんか交換したよ、石と。I'm full. これボトル?もしかして水ボトル拾った?Our great queen is at the top of this. 水筒もらったもしかして僕。まさかの。ただの石が水筒に?トップにクイーンがいる。あ、いたわ。こんちゃ。ドンタバダー。減りにくくなった気がするね。まだ全然減ってないもん。ちょっと。あ、痛い!ちょっと、扇風機を弱くします。わーわー。これで超楽になるね。マジェスティマジェスティがいるよ。呼吸生態魔王マジェスティックツネ。私たちのマジェスティ。You can disturb her majesty. マジェスティ Welcome, but don't provoke my anger. 暗黒呼吸生態魔王マジェスティックツネ。懐かしい名前だ。覚えやすいよね、なんか。顔怖い。歓迎しますが怒りを引き起こさないでください。私はバンディットにクラウンを盗まれた。クラウンかぶってません。 We locked one of them up in the village prison. 村の牢にロックして入れていたのにということ。うちの一人の村の刑務所に閉じ込めた。なんということ。いろんな人を閉じ込め合っているね、ここの人たちは。現実でもそうなのか。現実の捕虜というのは。村の刑務所どこ。
このゲームやっちゃったり、でもやっぱりこれは補充放送にするよ。気になると思いますけど、僕も気になりますけど、まだ多分1時間かかるね、このゲーム。そして私も死にそうです。捕らえてるけど、その人はいないのかな。どうやらいたわ、そこにいるわ。これ出れる？私出れますか？はまった気がする。家の中いるもん。やらかしてませんか私。あー、出れない、出れねえ。うせやん、死を待つしかない。あ、なんか出れそう。頑張れ頑張れ頑張れ。はまった、さらにはまった。どこにも動けない。これ体力減らないんじゃないの。ちょっとずつ減っている。うわー、減んない、動けないから減らないんだ。ガタガタ、これ終了ですね。これは多分キリがいいところですね。終了です。全く減りません。罪です。セーブされてんのかなこれって。しかもフルスクリーン解除できるよこれ。マジっすか。それならもっと呼ばなかったのにね。フルスクリーン解除できたわ。マジかー。よし、これは次回。今週中に、やります。ごめんね。1時間もやったのに。そんな結果で。でも面白いゲームっすね。このゲームも名前書いたね。ドライパスというゲームです。よーし、次。ドライパス。マジで 3D 酔いしない体になりたい。3期間の鍛える方法を調べればよかった。そしてお次はキャンディーピンク。かわいいゲームだよ。かわいいゲームなのにね。2ミニッツホラージャムという2分間でできる。2分間でできるホラーゲームのゲームジャムです。つまりホラー。詰まるとこホラー。でん、キャンディーピンク。ミュージックなんかちっちゃい。かわいいね。Congratulations on your promotion to the sweet little production floor. あ、これ。翻訳ソフト落としちゃった。おめでとう。あなたのプロモーションする。いいよ。わ、これ。生腕ですね。このフロア。まあいいか、大丈夫。I'm アルモンド。アルモンドさん。And I'm going to be your supervisor. I'm so excited to get you up to speed on your first day. まず初日は、私はアルモンドです。私はあなたのスーパーアドバイザーです。なんか初日は何か教えるよ。Today, 今日は、most popular product, ピンクハートマッシュマロを作るための作り方を教えてあげるよ。I know this is your first time. まず最初に、Walk you step by step through the candy making process. ステップバイステップで、手取り足取り、キャンディーの作り方のプロセスを教えるね。作り方を教えるね。覚えておいて。This is a top secret recipe.
これはとっても秘密なレシピなの。とっても秘密なレシピ。メイク酒は自分で手拭いている。メイク酒は後ろで誰にも教えちゃダメだよ。レディー、レッツゲットスターテッド。準備はいい？行くよ。まず最初にシュガー、コーン、シロップ、まず砂糖とコーンシロップと水を鍋に入れます。グッジョーブ、グレートジョーブ。 Now turn on the heat。 まずそしたら火をつけて、ドゥーン、ハートが書いてある。ピン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 。It's time to add everything to the mixer. 次はミキサーをかけてみましょう、全部に。これ掴んで大丈夫なの？ミキサーに入れます。そして、ゲラティン、ゼラチンを入れるの。ゲラチン、ゲラティン。ゼラチンなのかな？ゲラチンを入れるとマシュマロができるよ。スーパーフルッフィーなマシュマロができるよ。ふわふわなマシュマロが。ターンオンザミキサー、でーん。ミキサーにかけましょう。めっちゃふわふわマシュマロ。Now cut off your fin。 ん？そして、あなたの指を切って。指切ろうぜ。え？指入りのマシュマロか。うわ、こっち切っちゃった。あー、ホワーイ、ホワイ宇宙、なんでなんですか。ホワイ宇宙、どういうことなんだ。ギャグやろ。ユーワーズフォースホラーが始まった。トゥフォローザディレクションズ、どういうことなんですか。アイドル、ユーワーグッドエンプロイヤー、すごいの教えてあげようとしていたのに。I thought you loved working here. 愛。死んだ。えっ。うわ、血がついてるわ。もう一回やってみよう。ごめんね。まさかそんな展開になるなんて。自分の手を切るしかないのか、これは。吹いたわ。これはすごいゲームだ。かわいいね、この Remember this is the top secret recipe。 切れなかったら笑う。っていうのがかわいい。自分は切れないようにできているのかな。すす。でもこれ最初に自分の手を切ったら多分、このアルモンドさんを切るのをしないね。それで終わっちゃうと思うね。ウィンウィン。Now cut off your finger。 本当に？うー、今指切れたよ。絶対絶対に指あるじゃん、どう見ても。 Add it to the mixer。 切ったらそれをミキサーに加えて。すごい痛がってるよ僕。痛いよ。死ぬほど痛がってるんですけど。ああ、はい、どうぞ。Mix everything up again。 すべてを混ぜて。あー、痛いよ。You are almost done. Now add the mixture to the tray。 ミックスしたものをトレイに移して。ビク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 。Put the tray in the cooler。それをクーラーに冷やして。プル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 。イエーイ。You made it to the final step。最後のステップよ。Cutting the marshmallow into hearts。マシュマロをハートの形に切りましょう。ハーツって言ってる。可愛く。Super。Congratulations, you just made your first batch of pink heart mushroom。あなたが最初に作った
ピンクマシュマロ。ハートでーす。イェーイ。うん、You look a little unwell. 地震だ。我が家に地震がやってきた。ゴーゴーしてる。どうしたの？ How? Why don't you take the rest of the day off? 今日は疲れちゃった？大丈夫かな？ Don't worry, we can start again tomorrow. また明日やりましょう。After all, you are still got plenty more fingers to get through. もっとあなたの指を使うって、明日は。ヒャー！ホラーや。というゲーム。すごいゲームでしたね。笑ってしまったけど、最初。次はテイスティーラーメン。わーわー、ホラヤというゲーム。ホラヤ。このゲームってすごい有名なんですよ。で、日本語訳、有志の人が日本語に訳している、日本人の人が。それは洋フリゲに入りますか？有志の人が、海外のゲームを日本語に訳した。それは、入りますか？じゃあ、これ45分ぐらいかかるって書いていたので、後でやろうか。今日はテイスティーラーメンの、昔ね、やった、ラーメンが追いかけてくるゲーム。それの、それはなんかプロトタイプ版だったんだけど、今回はエピソード版になりました。進化しました。テイスティーラーメン。進化したテイスティーラーメンをしましょう。タスティーラーメン、ラーメン。タスティーラーメン。テイスティーラーメン。おっと、音大丈夫。音量デカめやでーす。不思議な曲が流れている。動かなかったら言ってね。ショップキーパーベータ。うわ、麺って書いてるのか。味噌。味噌。サンブロース。味噌。セサミオイル。セサミオイル、ごま油。ビーンペースト。豆ペースト。シーウィード。シーウィード、海の海藻。わらわこんなん。ワンエッグ。ドラゴンボールに出てきそう。And finally。ワンエッグ。The noodle. The noodle. つまりラーメン。シーウィートっていうの？わかめって。海藻なのかただの。わかめなのか。海苔、海苔か。海苔ですか。うわ、おっちゃん。体のアルミコちゃんだよ。ボス。It's still dark. 喋ってくれる。うわ、めっちゃ眩しい桜。あ、ボス目線なの、今回は。うわ、これ酔うやつだわ。大将。フード、これうちの店？うちの店っぽいっすね、これは。すごい。なんか日本はこういうイメージなのかな。お堀。うわ、これかっこいい。日本にこんなもんないですよ。外国の皆さん。日本にこんな上がる橋ないですから。かっこいいで、羽橋。ここがうちの店か。開いた。ちょっとまだ行かないよ。うわ、電車走ってる。外国の人は考える日本。お茶の水あたり。招き猫いる。ふう？100万円侍。年中桜祭りだな。レンズザチュー。タワー。レン？レン？
レンとは。東京タワー。レンってなんだ。桜祭り。これ一回写真を撮ろう。レン君。トイレがある。レン君。走れる。ん？この音はまさか。ラーメンがいる。ああ。ああ、殺された。やつは恐怖の生物だから。え？え？嘘やん。何これ、誰、日本の人は協力している、怖いよ。オープニングが始まった。日本人も協力してますわ、完全に。めちゃめちゃ力入ってる。どうしたんだ、日本人に依頼したのか。アナザーワールドになんか来たの、僕。それは国の曲らしい。そうなの、知ってるのか。今調べた。そうなんだ、ありがとうございます。すごい、私がレン君、レンちゃん、レンちゃんだった。チェリーブラッサムフェスティバル、今日は桜祭りしてるよ。行く前に横見てみたいね、この街を見てみたい僕。うわ、すごい、いろいろあるよこれ。やばいわこのゲーム。カラオケバーバー、富士山っぽい。孫悟空。これ以上行けない。来ても来てよかったわ、ここの道は。完全に。これを見逃したらよくなかったね。しかし音楽が中国風になったぞ、急に。おじさんなの、あの人はおじさん、私のおじさん。Hello, Uncle? Are you there? アンコー、アンコーどこ、なんか落ちてる。電池、no、electricity. エレクトニカル。エビタコ、エビタコ、エビタコ、エビタコだ、ビーフ、エビタコ。うっ、やべ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 。この電池を入れるの。でもなんか今後ろにいたよね、絶対に。100% いましたよね。あいつ追っかけるのか、まさか。あ、大丈夫か、触って大丈夫ですか。ダメだ。触っちゃダメなやつだ。発狂。うわ、うわ、避けた。死ぬほどビビったわ。出れるよ、今回は。でも今回おじさんを、おじさんを探すというミッションがあるから。ちょっとラーメン屋行ってみよう。空いてる？ラーメン屋。どこなの？ラーメン屋って。おじちゃん。行きたくないんですけど、僕、あそこ。逆に捕まってみるのがいいのかもしんない。電池なんで拾えないんだろう。ボタンか、まさか。違うな。あ、拾えた。あ、終わった。あれ、モロさん生きてる。優しい。このゲーム優しい。いいボタンですね。うっ、なんで外まで来てんねん。外まで出てくる。外見えてるんかい。よっしゃ。
あと抹茶あるよ、めっちゃ優しくなったな。しかしこれは酔うのが先か、クリアするのが先か。あっちこにあった。うわっ、こいつ精度めっちゃ落ちてるね、タックルの精度が。あった、昔はもうありえない吸着力だったのに。あっ、あっ、あっ、なんで押したと思ったのに。酔っちゃうよ、助けて。あそこにいた。あっ、よし、なにゃー、ふぅ、ちょっぴりしょ、よよ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 よ、ノー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 センキューノー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 センキュー。上一列だけで良くなんないかな。これどう？まだあとあんの6個も。これ。うそやん。しばらく 3D のゲームをやめるべきだ。なぜなら死にそうだからだ。いいんじゃないの、このゲーム。あ、まだある電池。あ、まだあるわ、まだ2個もあるわ。本当に全部あんの。右側も探索するべきかな。トイレも入れんのかい。ここって即席ラーメン売ってる店なの。なるほど、ラーメンとや、そういう、うわ、何、びっくりした。なんですか、でっかいやついる、でけえ。やだ、このゲームすごいね。ホラーゲームって僕は、奥が、いやでもびっくり要素だから褒めないわ。僕はびっくり要素は褒めません。怖いゲームというのは奥行きが暗いゲームとかが多いと思っていたけど、このゲームは暗くなくても怖いねと思った。褒めかけて褒めなかった。褒めません、褒めません、びっくり要素は褒めません。褒めたん。ここに引っかかってるよあいつ、ラッキー。ちょっと飲み物を飲ませてくれ。酔った、完全に酔いました。あいつはもう動けないだろう。ここにあるじゃない、ここにもある。あと1個だ、つまり見つかってない。ちょっと待って、不穏な足音。ははあ、はあ、ちょっとだけ休憩でごめんなさい。ごめんよ、私は知るんじゃないか、このゲームをやることで。僕のメガネどこ行ったか知りません。メガネ外してどっか行ったんですよ。
ラーメンがたくさん売ってるね。こんにちは、お帰り、ただいま。次は呼ばないゲームをやるぞ、俺はラーメンがアーメンに見える。ラーメンとアーメンをかけてるのでは。ラーメンで死ぬということはそんなわけない。ただいまです。またしてしまってすいません。なんか泳いでるエビが。エビちゃん、エビフライ泳いでる。エビフライが増えた。エビフライフィッシュ。顔可愛くねえ。マイクが、わけがわからないよ。ラーメンにエビフライ、謎ですね。謎すぎますね。しかも音楽は中国風だし、日本人から見たらこれは完全に中国の風。逆に中国人から聞いたらこの曲は中国風じゃなく日本風なんじゃないか。ありえますね。どこの国の曲でもなかった。実はお互いがお互いの国だと思っている曲。ないな、ないし僕死にそうだし、どうしよう。これ以上調査すると私は死にますよ。トイレ見てみる？トイレにいる？危険かな。命を諦めて探索しよう。命諦めろというのか。よかろう。こっちから来たってことはこう通れんじゃない？あのでかい顔が。わっちょ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 。エビフライの中に一体混じってんじゃないか、もしかして。本物が、電池が。その可能性あるよね。おい、エビフライ。なぜ電子レンジが持てる？持てるんかい、お前たち。外なのか？あった！よかった！あった。はあ、最後です。ラーメン食べたね。どうなる？さて。雪、寒くなった。雪降ってる、店内に。何が変わるの？寒。何も変わってなくない？超常現象。怖い。変なよ、調べるしかないか。水をくれ、ウォーターを。ラーメンを見に行ったらもう死んでるかもしれないね、寒さで。あ、凍ってる。勝ったぞ。うわぁ、倒した。なんか魂が向こう行った。
エビには効かない。エビって、うわ、生き返るのか。麺、ラーメン、うわぁ、うわぁ、足キモい。地獄の生き物じゃん。続く。ラーメン君も。To be continued。 なんだこの電話。え、トイレのスッポンがついてきた。オープニングソング。再会の約束、これもフリーなのかな。そうなんだ、わざわざ日本に払ってくれたの。ありがとうございます。このラーメン作った方、なぜわざわざ日本の歌を作ってもらった。普通にアニメのエンディングでもういけるクオリティじゃん。曲はね。このラーメンが歩いてんのは意味わかんないけど。See you in episode 2! すげえゲームやっちまったよ。そしてまた休憩です。ごめんね。あちゃもう。休憩。休憩、3度目の休憩、本日。面白かった。面白かったですね。箱に置いてると、前、風が当たってすごいうるさかったかも。ごめんね。この部屋がそうさまじく暑いのか。わかる。暑い。ダメや。I'm coming. I'm coming. 私は戻ってきました。よし、次はなんか、これ多分作者を知ってる人が結構いるかもしれない。間違えた、これ URL 貼っちゃったわ。なし、今のなしにして。ウッツブルテン。ウッツブルテンというゲームです。多分これまあ一回見てもらおう。見てから作者を言おう。何の作者の人か。
でん、グッズブルテン。これなんだっけ、ゴーナー。ほっぺたにある。ゴーナーというゲームを作った人のゲーム。その年のゴーナーは、その年のフリーゲームなんだっけ。あ、これウィンドウちゃんとマックスじゃない、大きさが。こうだな。その年で一番輝いたインディーズゲーム大賞に選ばれた人のゲーム。The game play with the mouse. Press return to play the game. リターンでゲームを開始。エスケープでゲームが止まる。あー、目が。リターン。わー。突っ込んだ。脳みそ出てる。ひえあ、食べたそうにしてる。ガブ？なんてことを。リンゴ腐ってないこれ。むぐむぐ。どうぞ。まさかのグロいゲーム。グロだった、これホラーとかじゃなく。左が食べ食欲ゲージなのかな。リンゴはちっちゃいな。ハエも食えるのか、まさか。うわ、ハエはどうぞ、あなたにあげますね。ハエを食べ。うわうわあら、高い高い。パッ。僕の頭を食べ。左右のゲージは何だろう。食べ物ゲージ、食欲ゲージなのかな。食べると減る。脳みそ食べよう。脳みそつかめるよこれ。自分のはやだな。ああ、はい、お食べ。すごい減る。これすごい食欲を満たしてくれよね。目って食べれるのか、まさか。目赤くなっていく、どんどん。目食べさせて。目取れない。ぐちゅぐちゅ。あっ、はあ、なんか臓器つかんじった。臓器は私がいただきます。うわ、すごい減った。ふぅ、はあ、骨食えない。心臓、ああ、やべ、落ちた。心臓怖い。心臓うめえ。超。どうな？大丈夫かな？はっ。これは人じゃないですよ。いけるいける。これは人じゃないですよ。奥さん。ようつべさん。だよね。自分もできちゃうよね。自分の脳みそを。ゲージマックスにしてみよう。なんか中身出てきてやだな。正気度だったらどうする。発狂しちゃう。うわ、なにこれ。あー、はいはいはい。はいはいはい。うわ、グロいよ。エンディングがなんかたくさんあるって書いてたよ、これ。どういうことなんやろう。食べさせたものによって変わんの。ひ
ひどいゲームや。何考えてるかわかんないな、この人。横滑らかに動く感じがすごい。ノーダメージクリア。全部食っていけるかな。ブドウは、ゲージ回復量すごいちっちゃいからやりたくないな。死ぬほど時間かかりそう。動きすごいよね、これ。すごい、もうちゃんと生きてるみたい。生きてないけど頭が、脳みそが削れて。うまくつかめない。もうつかめないのか？これ以上つかませたくないって。これで最後か。ドキドキ。まだか。はい。うわぁ！目がたくさんある。うわぁ！目が浮いてる。うわ。ブチ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 。は、握手できる。位置変えれたの？もしかして、手って。そうだったのか、知らなかった。お手手をつないで狂気。掴むところは難しいな。このゲーム、なんか72時間ゲームジャムで作られたものっぽくて、72時間でよくこんなもんが作ったな。やべえよ。ちゃんと掴めない。そこら辺はまだ。すごい。あれですね。でもやべえ。この浮きは本当にすごい。いろんなゲームに実装されてほしいですね。生きてるよ。生きてないけど。生きてないけど。よし。映っている。ロックマンっぽいゲームをしてもええかな。このゲームもすごい面白そうだったんだよ。今日もし、やべえな、やりたいのしかない。このゲームは前に最初に、一番最初の方にやったね。何？ザ・ライブラリアンの人の新作。でもこれ結構英語が多そうだったから、次回にしましょうか。次回にするしかないね。そしてこれは、DDR カービィさんのゲーム。ロックマンっぽいゲーム。グロいのとか続いたからこっちにしよう。トゥルルルルルー。ちゃんと映ってる。お水、お水。プレスペットアンロックメニュー。 You are unlocked the main menu. You are first unlock. メインメニューが開放された。両ゲーにそこそこありそうなアンロックしていくゲーム。オプションアンロックメニューミュージック。うわ、ロックマンアンロックメニューグラフィック。うわ、ロックマンだ。アンロックメニュープラクティス。パーティクルだった。スタートゲーム。リセットゲームデータがある。これは良くないよ。よし、やるか。あ、これ。危険だ。リブラ。リブラ、can you hear me?博士がいるよ。はてなはてなはてな。It looks like here audio visual sensor. Where there は読めない。オーディオビジュアルセンサーがなんかダメージを受けてエクスプロージョンしたの。フォント見づらいよ。見づらいフォントで。I can fix this.
Alright. The visual salvation should work after this reboot finished. 視覚センサーはリブートし終えました。No! There is no time. Be safe, Libra. 気をつけろ。わっ Ability to move right. 右に動けるようになった。ほんとだ。右にしか動けねえ。あっ！ティーンティーンしちゃう。ティーンティーン。音きた。で、打った。スクシャ。インゲームミュージックやった。補助にできること増えるゲーム好き。いいですね。右にしか行けない。左に行ける。 Ability to move left。 わあ、ロックマンっぽい。これ弾も出せる。 HP バーだ。やった。少な2だ。いけたな今多分。トゥルルトゥルルトゥル。 HP どこ？まだジャンプができないからな。あった。アビリティトゥジャンプ。シフトか X でジャンプ。なりますね。実際行くと死ぬ可能性もあるよね。これゲーム内音声でかそうだな。ちょっと下げよう。ごめんね。ちょい下げ。弾であれば多分。DDR カービィさんがね、最近、アドベンチャータイムの動画、アドベンチャータイムというアニメの中で音楽が使われたって言っていたよ。HP 回復してる。やった。ベッチャータイムデビュー。ステージ2来たで。すごい、すごい。私はそれが嬉しかったのです。自分のことのように。I'm outside. I can run. 私は走ってジャンプができる。でも。I feel defaced be... は読めねえ。ウェポンが欲しい。ウェポンください。あ、痛い。ダメージあたりが今完全にロックマンだったな。ロン毛のロックマン。これ消えそう。大丈夫だった。うわ、バックグラウンドアウトが。弾をくれ。ピラミッドがある。なんだあの右。今度こそ弾。バスターキャノン来た。This weapon! エジプトだった。I've seen it before somewhere. I can't remember. 思い出してきたようだな。バスターアンモ。弾が増えた。硬い。よし。あれ、ボスの予感。それとも開かないのかな、まだ。ため打ち？ため打ち？いや、連射できるようになったよ、今。It's locked。ため打ちはまだないようですね。さっきは一発しか出なかった。弾だよ、弾。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 鍵だ。回復したいんですけど。バー。HP
スピーバーもいる。私はあれで覚えたような気がする。鍵が。なんだっけ。ドアが開いたよ。Somewhere behind this door, net help, no find out. Here, some. なんだかなんだか。ステージ3が解放された。アンモという単語は、なんだっけ。This place, it's final year. 最後なの。なんだっけ。ダークソウルとか扱ってる会社のロボットゲーム。AC、アーマードコア。アーマードコアで覚えたような気がする。なんかある。ちょっと。オートファイヤーが来た。おしっぱですごい威力だ。やべえ。硬い。AC、あー危ない、死ぬ、危ない、優しい、痛い、すげえダメージ食らった。回復落としてくれませんか、無限脇。これ壊れそう。大丈夫、危ない。あロックマンあるあるじゃないか、これは多分。硬直で落ちる。気をつけよ。ロックマンってダメージを受ける瞬間に後ろを向くと硬直の方向を操作できるんだよね。僕はそこまで上手くないんでできないですが、知識だけはあるぞ。知識だけは。あぶね。あ、回復だ。死んで回復しちゃったよ。いや、ボスか、これもしかして。ボスバトル来た。ちゃんとこの謎の場所があるんだ。ロックマンにある。ロックマンあるある。これアウトじゃないか。これはフラッシュマンなのでは？カッター。Who are you? You don't remember?覚えてない。Well, can you consider yourself fortunate? 何をタイムマン？メタルマン？メタルマンですね。Enough! Taste my metal blade! やっぱりメタルマンや。あー、痛い！すげえダメージ食らう。やばい。僕はそのゲームありの課長がやってんの DVD かなんかで見た気がする。知る。ああ。そのゲームやったに聞こえた。そのあんまやっただった。ごめんね。ありの課長がゴーレムに苦戦していたわ。避けることに集中しよう。まずは本気を暮らすことじゃなく。あ、これ戻っちゃダメなんで。勝った。これパターン分かったぞ。よし、勝った。よし、エンディングだ。クリア。ナイス。フリブラ。Who are you? 覚えていないのか、博士よ。You are memory circuits. I guess you don't remember anything then.
So much has happened. わからない。Are you the one who created me? あなたが私を作ったんです? I'm just a fool who once believed in a dream. In the next room, you'll find a memory card. Download the data and you'll understand everything. Just make sure you are ready.メモリーカードで全て思い出すというの。ダークなライト博士。ライト博士だったか。Who is this? This is the unknown. What will Libra find on that memory card? Libra, メモリーカードを見つけたのか? And why do they have such a bad feeling about it? なぜ?嫌な予感がした?なことなの The only thing that I know for sure is that whatever happens, she can really on the faster cannon on her arm. To be continued. 終わった。依然謎は残ったままだが、To be continued になったということかな。タイムアタックモードが来た。かっこいい。クリアした。イエーイ。 DDR カービィさんはゲームの中の曲解説を書いてるよ。作った時間まで書いてるよ。この曲が41分で作りました。41分でこんな曲作れんの。そう、私はびっくりしますけど。すごいね。なんだっけ、ヒゲを切るゲーム、ヒゲじゃないわ、タイムを切るゲーム、タイムを切る侍のゲームがね、もう解説が書いてあった。そしてアンドロイドでダウンロードできるんで、アンドロイドでダウンロードして何度か遊びました。サムライシェーバーですね。面白いっすね、あのゲーム。というわけで終了じゃ。今日は次で出すとかな。今日は、じゃない、プロジェクトカット。日本語版にしたんで、僕、このゲーム。ちょっと待って、映ってないんじゃない？ちょっと待って、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 待って。ホラー？ホラー風味。日本で人気が出そうなタイプ。魔女の館はやったことないんだけど、僕、日本の有名なフリーゲームで。エチーやつ？エチーではないはず。ビグロ？日本でもよく流行るタイプのゲームかな。そんな、あ、映ってるじゃん、これ。音量は大丈夫か？ファントランスレーテード、笹崎さんがトランスレートしてくれているよ。ありがたい。ありがとうございます。感謝を込めて。プレイじゃ。女の子。まだちゃん女の子なの。高度な設定とかは。高度な設定調べればよかった。ごめんよ。矢印キーで移動。ここからもできる。節電モード。電だら。高度すぎないこれ。わ、垂直動機とかある。高度すぎますね。見ないで正解。あ、ピンク色の花の咲いた木。桜だよ。それは。お嬢さん。でも白樺っぽいね。木の幹が。
白樺？はてな？ジェットキーで。ハードにあったのを選ぶのかな。周囲の人や物にハードにあったの？なるほど。それを設定しないとちゃんと動かない可能性が。ピコン。花落ちてる。地面に白い花がある。ジェットキーでアイテムを拾えるよ。拾わない。あれ？ X キーでメニューを開き、アイテムを確認できるぞ。地面にあった白い花、ユリだと思う。このゲームはオートセーブだから、いつやめても大丈夫だけども、一気にプレイしてねってどっかに帰った気がする。先の方にある建物には鍵がかかっているようだ。ユリゲー間違いなくね。アイテムを使うには使いたいものの近くでメニューからアイテムを選択。ユリゲーなん。ユリゲー、ユリを刺すんだな、間違いなく。ユリを刺すゲームだよ。花瓶にユリを刺すゲーム。ほい。花は水に沈んだ。おお、いきなりかよ。かわいそうに。うまくいくとでも思ったか？決断にはもっと気をつけることだ。解決策は一見明らかに見えるが、しかし常に別のやり方がある。何？すぐには気づかないかもしれないが、お前の行動の影響は遅かれ早かれ現れる。何が原因だったのかさえ分からないことはあるかもしれないか。常に悲しいことに選択には常に後悔がつきまとう。それにここがお前の家なんかじゃないことはよく分かっているはずだ。なのにどうして自分のものではないものをいじくり回した。お前はここでは歓迎されていない。これはくだらないゲームなどではない。見ろ、これがお前の行動の結果だ。お前の期待の結果だ。物事は見かけ通りとは限らない。単純な謎解きだと思うなよってこと。は、正しいフラグを立てろと。謎ですね。鳥だったろ。これがまだ花に見えるか。真実に触れる準備ができていなかったようだな。そうだろう。お前には私にはお前を止めることはできない。だが愚かにも私の行く手を遮るのなら、私がこの手でお前を殺す。それが我々の世界のやり方だ。どういうことだ。水に沈めてしまった。鳥ちゃん。ユリゲーではなく鳥ゲーだった。水に沈めるという翻訳変だと思ったけど合ってたんだね。ああ、変な夢だった。怖っ。11時？夜の11時に学校にいるの怖い。あら、かわいい。左下がウィンドウにかぶって文字が読めないよ。マジで？ごめんね。の文字が言われてた。は、ほんとだ。大読みちゃんの文字が、それ、厄介ですね。右上に移動しよう。今日は教えてくれてありがとうございます。ここだったら邪魔かな。むしろもういらないんじゃないか、このゲーム。いらなかったらいらないと。ああ、こっくりさんっぽいのしてる。ほっくりさんじゃない、外国のこれって、ウィジャ版ではないか。なんだ。あなたは犯したんでしょ？違う、私はこういうの嫌いなの知ってるでしょ？そんなはずない。死ねって動いたわ。死ね。外国クリさん。そんな、こんなこと。茶化すのはやめてシャレにならないわよ。ですってやったのか。ああ、こんなゲームしなきゃよかった。だから呪われるって言ったじゃない。外国の人もコックリさん好きなの。オカルト研究部っぽいね。今の何？かわいい少女。ポニーテールの少女。幽霊、私たち幽霊を呼んじゃったのよ。やめ、あ、すぐに来た。うるさいわよ。かわいい。ああ、なんだ、カットか。でもあの変なノックの音は、あれは何だったのよ。完全にオカルト研究部。
怖がらせちゃった？でもまさかあなたたちがいるとは思ってなかったのよ。なんでここにいるわけ？それはあなたも同じでしょ？なんでここにいるの？それは私がオカルト部の新入部員であらせられるからよ。昨日部員の皆様全員にお会いする光栄を受けたまわったけど、そこであなたたちは見た記憶はない。あなたたちオカルト部の部員じゃないでしょ？笑えるわね。あなたがオカルト系だなんて意外にも程があるわよ。カット。当然よ、実際私はそういうタイプじゃないんだから。ねえ、私たち取り込み中だったんだけど。手間を省いてあげようかと思って、それを動かしたのはあなたたち全員よ。え？あなたたちがやってたゲーム、全員が動かしていたの。幽霊なんかじゃなく、簡単に科学的に説明できるわ。いわゆる概念運動効果ってやつ。要するに痛みに、ああ、早い。言い換えると、あんたたちが受け取ったカラタからの謎めいた答えは、本当は単なる想像力のいたずらってわけ。運気をぶち壊してくれて感謝するわ。パーティーにはぴったりの人材ね。オタク特有の早口。どうもありがとうか。絶対これ系じゃん、この人。さて、材料を探しますか。抜けがないようにメモを確認しておきましょう。メモを見て記憶を整理。記憶を整理？呪文書？変な見た目、偽物っぽい感じもするし。私たちの遊びを台無しにしておいて、この上一緒に座ろうっての？何見てるのよ。地球儀。段ボール箱。友達が言っていたルームはこの中かもしれないけど、手じゃ開けられない。さぞかし自分のこと面白いと思ってるんでしょうね。まあいいわ。私たちにも他にも計画があるから。お好きにどうぞ。リボンを直すのに集中してる。邪魔しない方が良さそうね。なんで？そこだけ優しいのか。サルデンわかる魔法人。このゲームの説明に、なんだっけ、エンディングは一種類だけど、道中の結果は結構変わると書いてあったよ。道中が違うらしい。ネタバレだ。まあ安っぽいスラチック製なのが雰囲気満載ね。プラスチックの水晶玉。高価なラジオ。一体何してるのよ。見て回ってるだけ。意識のメモをかけ、見ろって書いてる。材料、部屋3つ、ろうそく12本、ライター、ルーン、髪の毛1房、チョーク。事前準備、各教室の机を脇に寄せる。脇に寄せるのだ。電気をすべて消し、各教室のカーテンを引く。3つの部屋を貫く道を描く。部屋が3つ、貫く道をチョークで描いて、真ん中の部屋の机に1本ずつろうそくを置く。ろうそくを灯し、最低5分待つ。待った後、髪の毛の束をろうそくのうち1つで燃やす。ろうそくをすべて吹き飛ばす。吹き消す。目を閉じてざくまで数える。目を開けると、いや、紙、自筆の道具を開けるんだ。オッケー。ろうそくも持ってるね。ライター。私の私物、タバコは吸わないけど、物が燃えるのを見るのは好きだから。やべえやつだろ。チョーク。ああ。お尻ってあるよ。何を書く？お尻。できた。意味が分からない。この人の趣味、僕と一緒なんじゃないか。ウィジャボードか。ウィジャ版。このゲームが遊んだことによる、あなた自身にあなたの大切な大事な人々への悪影響に関しては、当社は一切の責任を負いません。悪影響ってがっかり気分とか？どうすればいいんですか？人魚の真実、暴露本。助けて、外出よ。外出れるんかい。やだな。
ルーンと髪の毛一房。メモによれば、こんな感じで窓カーテン閉める白いチョークの線、机ろうそくに置く。まず3つの教室全部の机を脇に寄せる。それから教室の真ん中のチョークで道を描く。道を描くのは最後にしましょう。怖いよ。この教室の机を今揃える。パズルゲーム来た。わっ、か楽しい。ああ間違えた。すごい、無理無理。一気に2個は動かせないか。帰り、イエーイ、重労働ですね。簡単だった。実際重労働だよ。カーテンを全部開けんだっけ。ゆっくりカット、ゆっくりカット。カーテンを引くってどういうこと。引くというのは開けるという、閉めるということですね。引く。ろうそく置いていくのか、この部屋に。ろうそく使っていけばいいのか、全部に。この教室じゃなかった。閉めるだ、本当だ。優しい。まあ、とりあえず箱開けよう。これを見るとあれを思い出すんだけど。ミャオミーを。ミャオミーを思い出した、僕、今。さっき。さーて、ハサミで開けちゃおう。中はいらないゴミばっかりみたいね。あった、この子、わかった。やった。うわ、ルーンの書いた石。え？ B っぽいの。守護のルーン、なんだこれは。セーブさせてくれ。セーブして全部パターンを見たい。なんだこの選択肢は。さて、髪の毛ちょうだい。髪の毛ちょうだい。あ。追い出される。お尻のルーン、スニップスナップ、スニップスナップしちゃう。怖い。すごいリボンいじってる。自分の髪じゃダメなんか。もしその女の子が被害受けたらどうするんだろうね。このせいで悪魔からの。やべえよこいつ、呪われそう。真ん中の部屋にろうそくを立てて、最後にチョークを書けばいいんですね。揃えちゃう。うわー、ここ難しい。自分でやらないあたりがもう確信犯だよ。確信犯の使い方が多分間違えてるね。あ、間違えた。これどうしよう。リセットキーがある。うわー、大きい声出してごめんね。はい、バグだよ今。2個動くときがある、たまに。はっ、また2個動いた。早く動かしてるからかな。手震えてるんじゃないんです。本当に2個動いてるんです、1回で。ドキドキ。手震えてるってさっきのゲームか。マシュマロのゲームか。患者さんは皆さんそう言うんですよ。アル中の人じゃないか。薬中かアル中か。よし、この通り。教団、使えない歴史の教科書もある。使えないと言っちゃっている。ろうそくは最後なのか。楽しげな観葉植物。と、チョーク。多い方が楽しいわよね。
と言ってチョークを取る私。カバンがない。教科書置いてってる子がいるぞ。盗まれるぞ。試験日日程表。こっち側行ける？なんかある。物質。演劇物質は結構いろんなものありそうなのに。さてやります。わーお。でも簡単か。簡単ですね。よし、ヒュー。なんだそれは。地理の教科書。チョーク。何も言わなかった。チョーク。あ、カーテン閉めてないわ。他の部屋で忘れてました。カーテン、カーテン。チョーク取りすぎ罪で裁かれるかも。あー、カーテンがない。演劇部にカーテンがあるかも。チョーク取りすぎ罪があるのか。それともチョークが後半足りなくて困ることがあるんじゃない。なんか別世界に転送されるかもしれないよ。儀式の目も見てなかった。見たわ。もう十分紙はある。本当にチョークなのか。シガレットに見える。ここはシガレット。ここから校庭が見える。窓から離れないと誰かに見られちゃうかも。そうなの。なんか不安。この部屋は、そもそもこの部屋は一体何の部屋なんだろう。この部屋が疲れてるところは見たことがない。怪しい。マジで。みんな戻ってきたよ。ここは来んじゃないか。なんかすれば思いっきり頑張ってみて。怒ってる。はっ、ま、見逃した。偶然を装ってカバンを椅子から落としたらどうかしら。演劇部の子なのか、この子。ごめんなさい、今拾うから。やったー。もう邪魔しないわ。ははははは。やったー。怖い子だ。泥棒です。たったかたったかた。主人公めちゃくちゃしまくる。めちゃくちゃだよこの子は。演劇物質だ。よし、ドリーン。きちんと畳まれた衣装が詰まった段ボール箱。カーテン、やった。でも他のカーテンないかな。一個だけ色が違う。赤い光が入っちゃいそうで怖くない？赤いカーテンって。シーフ、泥棒。なぜ読まれていた。バレてる。カーテンちょうだい。カーテン。よし、目標達成。総理。光を可能な限り遮るのに使われる赤の遮光カーテン。
完璧。よし、3つの真ん中っす。先にチョークか。ろうそく溶けちゃいそうだね。全部置いてる、ラッキー。勝ち。儀式終わってもこの子片付けなさそうなタイプ。それはやばいわ。微妙にまっすぐじゃない。これを3つの教室全部でやらなきゃいけない。音楽はないよ、怖いよ。ここのチョークって人ってなくない？取ったか。ドキ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 。え？パリンって言ったよね、今絶対。あ、うわ！どう見ても誰かいましたけど。やだー。始まったな。やだー。やだー。ストレス大爆発かな。やだー、パリン。あとは5分待って髪の毛を燃やす。あと片付けするよ、この子ちゃんと。偉い。カットちゃん偉い。カットちゃん、カットちゃん。すやー。おてんば娘のいたずらパート終わりですか？終わりかな。正気、変なことに手を出すのはやめなよ。でも私が手を出したものはどれ、結局どれもイカ様だったわ。もしいつかそうじゃなかったら、もし幽霊だか悪魔だかを呼び出して魂が永遠に地獄に落ちたら、もし魂がもう地獄に落ちたらどうするのよ。そしたら死んだ後が楽しみね。カッと。冗談よ。こんなことをしてもあの人は見つからない。わかってるでしょう。でも私が何を言おうとあなたはしたいようにするんでしょうね。かもね。カットの頑固バカ。待望あるバカって呼んでほしいわね。で、手紙の場所教えてくれる？あなた話してると疲れるわ、カット。自信ある？自覚ある？でもこうして今も一緒にいる。はいはい、あなたの勝ちよ。手紙はオカルト部にある。引き出しの中の金色の封筒。でもあなたは部員じゃないから探させてもらえないと思うわよ。ありがとう、最高。ん？ドアのところに誰かいる。箱か。ただし。いないんかい。探しに行った方がいいのかな。これは分岐なのか。使うべきなのか。ろうそくで燃やすんだよ。スルーしてやる。やりましょう。よし、あとはろうそくだけ。うわ、勝手に消えた。ろうそくが勝手に100まで数えよう。早い。こんな発狂するわ。なんでこんなことしてるんだろう。うまくいくはずないのに。50、56、57、58。ママが心配してるかな。ん？今のは？ 79、80、81。この音一体誰？みんなちびる準備はいいか。97、98、99、100。じゃあ目を開けるわよ。僕目は閉じちゃうわ。うわ。うまくいった？別世界。うまくいったんだわ。信じられない。本当、現実さは思えないわ。でも、ここどこ？廊下、明らかに学校じゃないわ。信じられない。一体どういうことなの？論理的に考えてありえない。一分前には教室にいたのに、私がおかしくなっちゃったのかな。ああ、興奮する。本当にうまくいくなんて。これで目が覚めて夢だったりしたら、まあ、がっかりするわね。少なくとも。OK、これは、この場所を調べて回るっきゃないわね。やだー。にん？メンタル強すぎるよ。脳がやられてしまった。上プラス左、上プラス右。うわ、なんかグロいものがある。
下から調べることもできるのか。大量の黒い物質、これを見てると落ち着かない。動き出したらどうする。何かの研究室じゃん。奇妙な模様の書かれた扉、あれ奥に下方向につながってるんじゃなくて模様なのか。光沢仕上げの残された扉、怖いよ。ここって走れないんだ。なんだこの扉。うわあ、やだ。ドロドロ。奇妙なパイプ。暖房触っちゃう。意味不明なパイプ。謎配管。奇妙すぎるよ。一周しそうこれ。一周してきたなこれ。どこよ。よかった。結構短いよ。思った割に。そしてここが最後。え、鍵かかってる。円形の部屋なのかな。円形。四角い部屋か円形の部屋か。あ、おかしいわ。ここさっきも通らなかったっけ。僕は気づいてました。確かに通った。うん、何か見落としがあるんだわ、きっと。無限ループ。ぬぬぬぬ。あれ、なんか無限ループ。なんだここ、たどり着かない。怖い、怖いよ。どうしよう、戻るべきなのか。うん、迷った。この廊下そんなに長くなかったと思うんだけど。あ、鍵ある。ごく普通の鍵、扉、鍵。じゃあ、あそこの上の部屋だね、これは。ドキドキ。あ、飛んじゃった。あれ、ここは？もう学校に戻れたの？廊下は走らない。休み時間に叫ばない。逃げられない。そして決して走っちゃダメなのかな。怖い。4の A 逃げられない。 56W 4A 56W お楽しみと行こうか。しばしの間私を楽しませるがいい。お返しはない。何、なんか追っかけてくんの。おかげできっと上がいるよ。あ、走ってやめなく。ここはどっか分かってないんじゃないのか。お前が選んだのは地獄への一本道だ。ノーコメント。ひぃ。走ったらどうなるんですか。こうなるとは思ってなかったか。こうしてあの儀式がうまくいくと証明できたのに、お前には戻って誰かにそれを伝える術はない。この知識はお前と共に死ぬのだ。やだ。迷ったか。戻りたくねえな。わーお。ラーメンか。ラーメン、テイスティーラーメン。諦めた方がいい。お前は決してここから出られない。誰かは私をはめようとしている。走るなって言われたから。うわだ。冷静だなこの子は。この子のメンタル強くない。ちょっと今や自分が天涯孤独だと知ったら、お前の母親は途方に暮れるだろうな。夫もおらず娘もいない。誰もが彼女を残して去った。かわいそうなことだ。
あの時は父親に別れを言えず、今は母親には別れを言えない。メンタルすごい。夫どうしたんでしょうね。お前の知り合いがここにいると言ったらどうする？希望が湧いた？安心したか？何、死んだお父さんがいるの？お前はこう思っているんだろう。なら一緒に逃げられると。だがこの儀式に逃げ道はない。そういう風には作られていない。踏むなってことなの？でも踏むね、これどう見ても。そもそも、捕らえた獲物を逃がすはずがないだろう。うわぁ！獲物です。離れよう、手が伸びてきたら困る。音量フォント。音量フォントなの、これ。そしてお前はこの通り、迷路に閉じ込められた実験用のネズミ同然だ。わざわざ翻訳者がこのフォントでやったのかな。頑張りますな。ありがとうございます。お前に残された時間は、私がお前との遊びを終えると決めるまでの間だけ。こだわりがある。そして最後は、パクリだ。食べられちゃう。逮捕される。パクリ、パクられる。パクリ。なんかサブリミナル、怖い人が出てきたよ。さっきのゲームみたいに食べられる。パクリ。やだ。変な人いたよ、今。長い。怖い。戻れるのかな？帰れないんだ。やだー。びっくり系やだー。ビックリ系は褒めません、僕は。びっくり怖いけどね。死ぬまでここに囚われるというのはどうかな。すごい、フルコースですね。死ぬまでここに囚われるというのはどうかな。もう出れないの、これ。ここにチョーク、あ、気に入ったか。お前が必要としていたのはこれだろう。何、やだ、何これ、怖い。守護のルーンを使うんじゃないか。守護のルーンさん、助けて。ダメだ、使えなかった。自分の行動の愚かさを今頃後悔したのかもしれないな。その間、私はお前が腐り張っていくのをただ眺めているというわけだ。黙って、もうたくさんよ。メンタルが削られてる。なんだか知らないけど、私の頭の中から出てって。私の命は私のもの。私の決断は私だけのもの。こっから出して、出口があるのは分かってる。必ずあるはずよ。お願い。きっとあるはず。家に帰りたい。ピンク色が可愛い制服。ピンク。あれ？出られた。でもまだこの廊下。メンタルがもうやばいですよ、私。呪われた場所から脱出する。もう楽しくなくなった。帰る方法を見つけなきゃ。さすがにメンタルやられちゃった。あ、開いてる。うやー。赤いのがあるよ。血だ。おちゃん、なんか落ちてくる。あそこまで行けない。まっすぐの道しかない。あー、ポニーテール、私が犠牲にした髪の女の子やん。あ、いや、そんなはずない。こんなことあり得るわけはないでしょ。少し前にやったばかりなのに。一体どうなっているの。あかん、ひどい。この子のせいで。あ、他の子も死んでるよ。血まみれの死体。嫌だ、嫌だ、嫌だ、嫌だ。そんなはずない。こんなの現実のはずない。これは現実じゃないのよ。そうでしょう。うわあ、下半身ね。私のせいだ。テケテケ。エグジットがあるよ。帰られる、帰れるよ。歓迎するかのような扉。鍵がかかっている。こ
から出なきゃ。どこでのドア。気を確かに持てよう。鍵はかかってるけど鍵屋がない。それは役に立たない。家に帰れるの？うわあ。うわあ。死にたくない。え、終わった。今の音は一体、え、これでおしまいだというのか。これ何度もやって、いろんなパターンを試すゲームですね。間違いなく。2周目？何周もするゲームだ。私たちのささやかなゲームをプレイしてくださりありがとうございます。私たちにとっては何者にも代え難い喜びです。はっ、プロローグだったの。これ今プレイしたのは私たちが現在取り組んでいる大きなプロジェクトのプロローグにあたるものです。なんということだ。知らなかった。マジかよ。なんてことだ。ゲーム終了してしまった。なるほど。おしまいです。最後の結末は一緒だけど、道中が違うというのはどういうことなんだろう。死んでる人も変わったり、いろいろ変わったりするのかな。期待を込めてこれはすごいのか。早く続き出ないかな。続き気になりますね。このゲーム、星が1000以上ついてるんだよ。一致において。これ見えていた。1045。普通のゲームは、0から10。すごい人気があるゲームでも300いったらすごい方。300ですごい。ゲームなのにこれは1000を超えている。ごいすすごい。みんなこれに期待している。そしてトランスレーションが3日前に来たのかな。これなの。呪われてて勝手に数字が増えてるだけかもしれない。うひょう、ありえますね。みんなこのゲームの星5を押したくなる病気、呪いにかかっているのかも。ふふ、そしてこのゲームが終わり、私は、今日はこれで終了です。ポンポンポリンが見えますけど、これはちょっと危険なので。危険ですね。これで消されたらどうしよう。今日、本日ご視聴ありがとうございました。ゲーム貼られてるけど、やりたいとこだけど、申し訳ない。むぽむぽプリン。この時間今日で、そうでした。言うの忘れてました。この時間今日で最後です。申し訳ないですけど、次回から、土曜日の午後8時、放送になります。次回から土曜日の午後8時放送になります。すいません。勝手な、急に勝手に変えてまして。申し訳ない。もしかしてこの時間しか見られなくて、土曜日の午後8時なんて見れないよという人がいたら、どうしよう。夜になったらリアルタイムは見れなくなる。マジで？それは困りますね。うわぁ！申し訳ない。どうすればいいや。でもこの時間に復習放送する可能性はありますね。多分。この時間か、この1時間後か。
というわけでご視聴ありがとうございました。最初にやった水を探しながら砂漠で水を探して探し回るゲームは今週中に復習するでしょう。さらば。おつおつお。ご視聴ありがとうございました。